どうも、はやぶさです。今日ははやぶさワールドに来ているのですが、今日、1時間前にアップデートが来ました。 1.2041 ちょっとじっくりちょっと見てみたいと思います。まあ何が変わったかわからないんですが、ちょっとやって何の変哲もないか見ていきたいと思います。反応してるんだよね、多分。あれ？もしもし。この状況はもしかして。何かが重いのか。じゃあネザー逃げるかちょっとやってみましょう。動き出したんですけど、動き出して寝座にはいけない。なぜ？寝座に行けない、なんでだよ。何が重くなってんだ。刺さってる。何が重くなってんだろう。村人普通に動いてるし。ネザーに入れないし、なんでだ。この前のアップデートで治ったんじゃないの。ちょっと飛んでみますか。なさそうですね。
してもいいんだけどね。これ外してもいいかな。名札つけてんのかなこれ。まさかこれが戻ったっていうんじゃない。これは変わってない。これは逆にティンってたよね。あ、出てる出てる。そこは問題ない。から見てみないと動いてるかちゃんと分からないっていう。うん、うん、取れてるから動いてるね。でもあれもったいないよね、取れてるの。でもこのバージョンでも動くってことか、これは。はあ、どのカボチャ回収機が効率がいいのかわからないな。これはこれで、で、ハヤバサワールドでは、こういうタイプじゃなく、センサータイプなんですよね。日照センサータイプなんですよね。これはここにカボチャができたらここがつながるんで、それで全ピストンが動くという形式ですね。これはが出てくるかい。久しぶりに来ると
何がどこにあるかわからないという、うん、あれ閉められた、おめえだろう、おめえだろう、この声は、入れないかな、一回寝たから入れるんじゃねえの、よし来た、重いな、ちょっと重いな、じゃあちょっとネザーの村もちょっと調査をしに行きましょうかね。一番気になるあのウィザースすけが気になる、ロットとしさ、でも今ロットいらねえんだよな、なんかふーんってこういう、どこおるな、あのとこウィザースケばっかりんだよ、逃げしやがった、なんでウィスつかない、え、ちょっと待って、要塞判定ここあーそっか、ソウルサンドが、あれソウルサンドこの枠のっておかしいわ、はいはい、え、避けてなかった、そうですか、あ、このままめくっていくと危ないんですよ、でも行くんですよ、すぐそこだから、ブレイズ邪魔、
寝ない布団寝ない なんかあるように見えるんだよね。ちょっと下行ってみるか。下あたりだから何もないね。よし、助けは来んだろう。なんかウィザースケトラップ作れそうだけど。邪魔邪魔邪魔、そういうことか。ここに落とし穴が作られたか。あ、エリトラパクられた。くそー、そう来るか。さあ来ますか。となるとエリトラ取りに行くの、っていうかこの世界でエリトラ取りに行くのもうほぼエリトラないんだよな。あれは取り返しとかないと。さんに行けるんか。レザーライトグッズ。そうだね。あれ？
足を丸石にした方がいいんじゃないですかね、これも。絶対そう思う。ここにマグマスライム湧いてんの？ここ今まで村作った時マグマスライム一匹も湧いてないぞ。ウィザスケアここじゃろ。あれか、あれの影響か。とか割れの影響か、あの切れ端の影響か。え、マグマキューブは何？こんな大量のマグマキューブは何？今まで湧いてねえぞ。グレーズはまあなんとなく分かったけど、あっこにあれがあったの。ああ、戦いたくね。はい。くそ。何匹いんだよ、お前。マキューブ強えんだよ。ガストも多い気がする。確かにこんなんじゃなかった気もするんだよな。絶対近くにおる。真上におる。はい、ちょっと入れて。あれはスライムアンデッドなのか、アンデッドか。頭重くなるって感じですかね。危ねえ。
ットがない。ですね、まあこのアップデートはまあちょっと感じ的には重くなったのかなっていう感想はありますけど、まあそんなに影響もなさそうなので、どうしよっかな。メインのワールド、はやばさワールドは、この3連休の、休み明けぐらいには、もう新バージョンでやりたいと思います。まあ、ちょっといろいろとこのワールドで調べて、なんかないか、ちょっと見ながら、やりつつやっていきたいと思います。まあそこで変わったことはなかったんで、まあ重くなりすぎてネザーゲートに入れないとか、あのこのエリアがそんなに重いわけでもないはずなんですけどね。今までもそんな何の影響もなかったんで、これで重かったら次の 1.21 かな、あれが来た時どうなるんだったんですけどね。まあ問題はないでしょうね。こんな感じで、まあこんな感じだったので、まあ終わりたいと思います。それでは本編もお楽しみにください。それでは